中3の夏休みの、とある日の昼ぐらいだったかな。その日は昼飯を済ませ、宿題云々も終わってたし、部屋でゲームでもしようかな、と思って、俺の部屋に戻ると、ベランダ側の窓が閉まっていた。なんでこんなクソ暑いのに、窓閉まってんだ?と思って窓を閉めに行こうとしたら、不思議なことが起きた。突如、窓の方から黒い人影が、ものすごい勢いで俺の方へと走ってきたのだ。印象的だったのが、その時。と、F1 のスポーツカーが走ったような音が、鳴り響いたことだったかな。何が何だか理解できなかったが、振り返ると何もない。最初は、寝ぼけてたのか?とも思ったけど、起床して随分時間も経っていたし、人生でこんな経験をしたこともない。何より現実に起こったと思わせたのは、足元にあったピンチハンガーだ。それはベッドと壁の30センチくらいの隙間に置いてあったのだが、吊るされていた洗濯バサミが、風に当たっていたかのように揺れていた。窓は閉まっている。もし仮に開いていたとしても、俺の家の向かい側にも家が建っているので、そんなに強い風が俺の部屋に吹いてくることもないだろう。このようなことはありえないと思った。怖くなった俺は、机の上に置いてあった PSP を手にし、すぐさまその部屋を出た。俺の部屋は2階にある。1階のリビングには母もいるし、そこでゲームをしよう。そう思い階段をダッシュで降りると、今度は階段を降りてすぐのところで、黒い影がものすごい勢いで、俺の目の前を横切った。もちろん、霊の音も聞こえた。俺は恐怖で、しばらくその場から動くことができなかった。その後、母に何か変わったことはなかったかと聞いても、特に何もないという。黒い影を見た、2、3日後の夜、また妙な体験をした。その日は新しく購入したゲームに熱中してしまい、気づくと、夜の1時くらいになっていた。やっべ。もうこんな時間かよ。そう小声でつぶやき、部屋の電気を消すと、隣の部屋から扉を開ける音が聞こえた。姉は、結構面倒なタイプだ。自分は夜、こっそりリビングに忍び込んで、PC で BL 漫画を読んでるくせに、俺が夜更かししてゲームをしていると、怒鳴り散らした上に、親にそれを聞くることもあった。俺はすぐに PSP を枕の下に隠し、寝たふりをした。その後、なぜか俺の部屋に入ってくると、ブツブツ言いながら枕に手を突っ込んできた。なんでバレたんじゃ?なんて思ってると、姉が。おい?と言って、俺の頭を軽く殴ってきた。ちょっと痛かったけど。目を開けると、姉の手には黒い塊があった。まあ、形からして PSP だな、というのはお察し。俺は、ああ、ごめん。なんて言ってると、姉は何も言わずに、俺の部屋を出て行った。最悪だった。起きたらまた再会しようと思ってたのに。てか、没収することもないじゃん。そんな風に思いながら、ぼーっと天井を眺めていると、隣の姉の部屋から、扉が開く音が聞こえた。妙だと思った。それまでに扉が閉まる音も聞こえなかったのに。トン、トン、トン。姉がゆっくりと階段を降りていく。しばらくしても上がってこないから、PC でも使ってるんだとわかった。ゆっくりと俺の部屋の扉を開け、忍び足で、姉の部屋に侵入した。だが、どれだけ探しても PSP は出てこない。よく探してる間に姉が戻らなかったな。なんて思いながら、
部屋に戻り、枕を良い感じの場所に戻そうとすると、黒いものが見えた。ん？意味がわからない。PSP なら、さっき姉に持って行かれたはずだ。そう思いながら枕を持ち上げると、確かに PSP があった。当然、電源もつく。それにさっきとは違って、はっきりと形が見える。とりあえずトイレがてら、下の階に降りると、姉とばったり遭遇した。俺は姉に、さっき俺の部屋に入った？と、問うた。すると姉は、特に表情を変えず頭を横に振り、2階へと上がっていった。用を足し、部屋に戻ると心臓が一瞬止まった。服装云々は姉のものだったが、顔が明らかに違う。そんな感じの人？が俺の部屋に立っていたのだ。その人は俺に気づくと、フェードアウトするように消えていった。恐怖で俺はその場に呆然と立っていたが、突然背後から。何してんの？と姉の声で聞こえた。さすがにもう振り向くこともできず。ちょっと考え事してた。って言って扉を閉め、すぐさま布団に潜り込み、PSP にイヤホンをつけて、音楽をかけながら眠りに入った。一体、どれが本物の姉で、どれが偽物の姉だったのか。すべてが本物の姉というのは、考えられない。それゆえに、後日、姉に確認することもできなかった。どれが本物でも、偽物でも、事実を知ったら、俺は怖くて一人で寝れなくなってしまうからだ。